アメリカ大統領選挙で民主党候補の指名を確実にしているクリントン氏は、副大統領の候補に現職の上院議員を起用することを明らかにしました。クリントン氏が副大統領候補に選んだティム・ケイン氏は58歳で、バージニア州知事などを歴任した後、2013年から上院議員を務めています。スペイン語が堪能で、ヒスパニック層の支持拡大も期待できます。クリントン氏はケイン氏について、他人のために戦うことに人生を捧げてきた人物だと評価しています。2人は来週の民主党大会で正副大統領の候補に正式に指名されます。